モナコ南の匠、今季5アシスト目&退場誘発。リーグワンは11日に第21節が行われ、ニースとモナコが対戦。日本代表として挑んだアジアカップ敗退が決まった後、準々決勝のイラン戦から24時間以内に復帰してルアーブル戦に途中出場して現地メディアを大きく驚かせた南野匠。8日のカップ戦も先発した後、続くニースとの一戦でもスタートからピッチに立っている。モナコは50分、右サイドに抜け出した南野のクロスからザカリアがヘッドを叩き込む。激戦となったダービーを制したモナコは、これが公式戦4試合ぶりの勝利に、勝ち点を38まで伸ばし、2位ニースと1ポイント差まで詰め寄ることに成功した。ユッターはいい監督、南野の良さを引き出す使い方をしている。チーム戦術が合えば南野も絶好調だな。南野はプレー強度が高くシンプルな選択でゴールへ向かうし、フランスには合ってるんだろうね。南野選手は、ザルツブルクでハーランドと組んで活躍したように、大型フォワードのそばで動き回る役回りだと活躍できますね。日本代表では中途半端な使われ方しかされないからフィットしにくいと思うわ、久保もしかりだけど。南野選手は代表では窮屈そうなプレーをしているけど所属クラブに戻ると生き生きして得点に絡むプレーする姿を見ていると戦術って選手のプレーの出来を左右するんだな。代表から各チームに戻った途端南野だけでなく、板倉滉、武、遠藤、伊東純也、中村敬斗らは大活躍だ。遠藤も南野も三笘も久保も、代表より強度とキレが全然違う。違うチームだし戦術や連携もクラブの方が良いに決まってるが、それでもプレーのレベルが違いすぎる。指導者とチーム戦術って本当に大事なことね。アドルフさん日本代表監督やりませんか？公式のクセスヨ画像、新作まだかな。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。